ようございます。おはようございます。むむ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 、お、1台埋まりましたよ。信頼で導入された秘宝でラストに行こうかなと思って、ちょっと何気に埋まりますね。よかった並んで。サイコロアドベンチャーはたまちゃんでどうですか。サイコロアドベンチャーはたまちゃんでどうですか。はい、本日もコロタマ始まりました。天気もですね、もうすがすがしい春の陽気。ここは東北です。はい、ということで本日の実践場所は福島県いわき市にございますビッグツバメ丘オナ店です。今日はやる気満々、いつもやる気あるんですけど相変わらずですね、不調でございます。もうここまで来たらどこまで負けるのかという記録をね出したい気はするんですけれども、とりあえずお店の方がもうオープンしまして台の方ゲットしました。今回はですね、信頼として導入された秘宝伝ザラスト、こちらがですねパパパッと取れたので、そちらの方で実践を始めていきたいと思います。どうだろう、3台あって1台埋まってて、1台取ったらすぐにもう1台が埋まった感じで、ちょっとね、まあリセットかかってるんじゃないかなとは思いながら、とりあえず朝の方はそちらで実践を始めていきたいと思います。一応ですね、最後にまたサイコロのチャンス的なものがあるとは思うんですけれども、そこをね最近ちょっと忘れていこうかなと思って、やっぱ頼るものがない方がいいのかなって。あとですね、たまちゃん一回サイコロでプラマイゼロになったじゃんって言われたんですけれども、毎回見てればわかると思いますが、またですね安定のマイナスにしております。本日は目標、それを自分の出玉でプラマイゼロにするということで、まあ3000枚ぐらいかな、3000枚ぐらいでプラマイゼロにはなりますので、本日も早速頑張って実践の方スタートします。サイコロアドベンチャーはたまちゃんでどうですか。番組説明、10回で1シーズンとし、1シーズンのトータル枚数で万枚を達成するとご褒美がもらえます。しかし逆にトータル枚数でマイナス万枚を達成すると罰ゲームを受けることに。そして番組名にもあるサイコロですが、実践終了後に必ずサイコロを振り、出た目の内容に応じて枚数が変化します。例えば収支がプラス500枚で終わった場合は、サイコロを振ってプラス500枚が出たらトータル枚数はプラス1000枚になるのです。かっこサイコロの内容は毎回変わります。万枚目指して頑張ります。いいですよ。ただあと秘宝伝これザ・ラストなんですけど、私ですねすごい勘違いをしてまして、ラストと伝説があのごっちゃになってたんですよ。むしろ一緒だと思ってたもんだから、昨日なんか朝何言うとっかなって思った時に調べてて、そうなんか自分の思ってるものと違くて、はみたいな。でよくよく調べたら伝説があってラストがあるということなので、ちょっとね私の記憶が正しければザ・ラストはね打ったことがない。ただ伝説の方はね数回だけど触ったことがあるんで、まあ、それを頼りに打っていきたいと思います。で一応ですね、なんだよもう、朝一の
音景、リセット音景がありまして、通常時、天井が最大1500なんですけれども、リセット時は最大1000になります。で、500ゲームまでの振り分けが、20% だったかな。なんかおかしいぞ。いや、合っている。1000まで、そう、500までの振り分けが一応ね、合計で 20% あるんですよ。もうチャンス目だ。で、今ですね、ステージが通常なんですけれども、チャンス目を引いたので、スタイルは薄いけどチャンスゾーンに行く可能性がありますせ。で、しかもこのベルゾロイジにキュピーヨン、ベッドでキュピーヨンもチャンス目と同じ扱いなので、今ですね、まあ、連続してチャンス目を引いたことにはなります。ただね、ステージが弱いから演出には行くと思うんですけど、クリアできるか、まだ分かんなくない？まだ続いてるっぽいな。ちょっと待ってない。ありがとう、嬉しい。一応通常時の天井が1500と高いんですけれど、ベースの方がね、まあ45ぐらい平均あるっぽくて、今はまあ36。まあ甘く見ちゃいけないとは思いつつも、回るのはありがたい。で、今ですね、秘宝チャンス、チャンスゾーンに行きました。で、これがドラゴンバトル3ゲーム完結のチャンスゾーンで、リプレイを引けば 25% で、リプレイでも 25% で、AT の方に行くと。で、ここで、まあ、今ラッシュなんですけど、女の子だったりしてもチャンス。おいおい、リプレイ来ねえな。あ、ダメじゃない。残念だよ。で、今ですね、ステージが変わって警告、警告って読んでいいんですよね。多分警告って読むと思うんですけど、まあ、夕方背景みたいな感覚なので、ここでまたチャンス目が低くなり、レアや引くことによって状態が上がったりします。で、一応ね、設定差のあるところがチェリーとスイカなんですよね。で、今のところどっちも出ていない。でもちょっとね、本当機種的には2年ぐらい前、1、2年前のものにはなるんだけど、今ね、すごい新鮮な気持ちで打ってるからね、めっちゃ楽しいです。まあ、ただね、あの秘宝伝4号機の時代からありますけど、まあ、その秘宝伝をしっかりと受け継いでる部分はあって、伝説モードに突入させて、まあ、広角を何度も引き起こしてそこで当てていくっていう、まあ、いつも通りの秘宝伝の流れにはなってるんですよね。で、ボーナスはなし、 AT のみ。 AT はサマイス管理、それで出玉を増やしていくんですけれども、多分一撃っていうよりかは、その伝説モードを絡めて500枚、600枚、はい、1000枚みたいな感じで増やしていくのかなと。で、先ほど、まあ、これですね、昼ステージから秘宝チャンス、チャンスゾーンに行ったわけなんですけど、まあ、もちろん昼間夕方からの秘宝チャンス突入率に設定差があるんですよ。で、さっきはね、まあ、2回引いて1回行ったわけなんですけど、まあ、下で 32%、30% ちょいで、上でね、もう 50% 以上なんですよ。今のところ別にあるって思っても
何の問題もないと思うんだけど、チェリーとスイカの気が悪い。あとこれはチェリーです。チャンスチェリーではない。まあでもね、なんといっても初打ちみたいなもんなんで、私も探り探りで申し訳ない。まあ今後ね、秘宝伝の信頼もなるだろうし、秘宝伝シリーズは好きなので、やっぱりね、なぜか避けて通ってましたけど、ここで避けずに今更ザ・ラストを好きになるのもありかな。まあ、でも本当、秘宝伝ってチャンスゾーンからの引きがめちゃめちゃものを言う機種なので、そこもね、今日の引きを試されると思う。まあ、いつも引きないんですけど、残念なことに。お、スイカもしくはチャンス麺。スイカ、まあ、スイカは、通常から、まあ、広角に上がるケーキが主なので、まあ、これで夕方ステージなどにいてくれれば、まあ、チャンスですね。まあ、モードを上げて上がっただけど、完全位置はしてないらしいので、まあ、夕方背景になったからといって 100% 状態が良くなったわけではない。ただ夜は保証10ゲーム間は降格保証されてるのかな。なので夜に行った場合は10ゲーム間の間にチャンス目を引けと。強いんじゃない、これは。でもソロはない。光ったね。ここは光ったのは関係ないのかしら。関係ないかい。発展ってだけか。まあ、でも基本的に連続演出は1ゲーム完結なんで、2ゲーム続けば、でもチャンスは膨らんでるんで。お、百均の発展のダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃなかった。よっしゃ、この突入した時の音が気持ちいいから、もうそれだけでいいよ。お、あ、ベルか。プロはあれか、昔からやるけど、なんか、え、当たり方なんですか。一瞬フリーズかと思ったんですけど、フリーズではない。とりあえずです、1万5000円投資ですね。606ゲームで秘宝ラッシュです。まあ、これで特化ゾーンスタート、何枚乗るのか。まあ、ここでね、プラマイゼロになるぐらい乗せられればいいんですけど、まず1ゲーム目ね。で、5ゲーム間は保証されてるんで、嬉しいものがちょこちょこ。3ゲーム目ダメかな。レア役がね、絡んでくれれば超止まって。おー。
いしてトレジャーハンター、こいつはシャーリー、真実を求める凄腕情報屋。が届くので、まあ、最後まで見れればいいですけどね。一応ですね、設定変更後、リセット後は設定変更好み初当たり時に伝説モードへの突入が確定する予告伝説モード、伝説予告モードっていうのがらしいんですよね。まあ高設定ほど優遇されてるっぽいんで、あんまり期待しない方がいいかもしれない。ここで終了画面はタッチじゃねえタッチすると、まあレオナちゃんと、まあ1回目なんでね、レオナだったぐらいに覚えておいて、一応1か、まあ、偶数設定示唆なんですけど、何度も出てくるようだったら今のところは危険なんじゃないかな。おっ、いろいろランプ点灯してる。一応伝説にいるかもしれないっていうチャンス示唆、これが AT 中に光ってた場合は、まあ、伝説消灯以上だよっていう示唆にも言ってるんだけど、 AT 中はね光ってなかったんだよね。よし、伝説行きました。いやー、ただこれをどうにかしなければ、ピラミッド3連続、していくしかないんで、逃したくないよ。で、一応ね、伝説モード中はこの高確率が、20ゲームの振り分けが普通より増えると。ここは続くことを祈るのみ。まだわかんない、まだ続く、大丈夫。足跡もいっぱい。 OK、 いい感じですね。100枚。
ました。続いてくれよ。リプレイ。なんだよ、ナビないだけかい。結構続いてません？330枚。おお、スイカでございます。いや、でもこことかぶってた方が良かったのかな。クレアチャンスと、まあ OK でしょう。400枚超えました。お、待って、何になったかせめて見せてほしい。おあ、でも普通でしたね。神の声。頑張ればいける、頑張ればいける。神の声、いける。 OK、 来ました。いいな、いいな。そうだ、うどどどど、寒いやつ。でも100枚、まだ続くんだ。まあ、ベル以外で継続、ベルでも継続してますもんね。でも上出来ですよね、580枚。これでだってプラスまで持ってけるんじゃないですか。メソードに、ごめんね、ロス。このエレベーター一人乗りみたいな。私ちょっとストーリーを見たことがないので、ここをちょっと満喫させていただきます。仲間に裏切られたと。一応ですね、このラッシュ中も状態を上げていって、で、レア役を引いて、まあ、チャンス目ですかね、を引いて突破ゾーンに突入させるっていう流れみたいなんですけど、一応この飛行ラッシュ中はリプレイやベルでもモード昇格をしている。まあ薄いとこですけどね。で、まあスイカで5割、チェリーで3割だから、まあやっぱレア役を引かないとってところなのかな。で、押し順ベルで、まあ、転落抽選、まあ、これですね、されてると。こうチャンス目来ましたよ。でも状態が通常の場合だとチャンス目でも 10% ぐらいですね。お、また来た。まあ、10% でも何度か引いてれば、これが降格中であれば内部的にね 50% で特化ゾーン、さらに降格中であればチェリーでも 6% だけど特化ゾーンに行きます。笑ってくれんのかな。あ、ダメだった。まあ、通常ですね。あっさりと終わってしまいましたけど、合計730枚ということで、当時750枚なのでほぼほぼプラマイゼロです。また幸福さえ来てくれればですよ。